スマスロエヴァ稼働貢献終了。10月2日の導入開始以来目標多数のスマスロエヴァでしたが、先日ついに稼働貢献が終了となりました。その期間はわずか2週。ちなみに稼働貢献とは、全国の平均稼働に対して該当の機種が上回っていた期間のことで、平たく言うとユーザーから人気のあった期間ということになります。つまりスマスロエヴァは人気のある状態が2週しかなかったことに。最近だとメイドインアビスが4週、戦国バサラギガが3週で終了していましたが、それを上回る結果となりました。導入前ホール向けの資料では、パチンコでもパチスロでもエヴァの時代とメーカー側は豪語していましたが、残念ながらパチスロでは厳しかったみたいですね。エヴァスロがまた覇権を取る日を夢見て、次回作に期待しましょう。大勝ち当たりでした。